こんばんは、魔界闘士です。突然ですが、伊達さんって顎を砕かれて玉砕しましたよね。もし、弱点の顎を回避することができれば強いのでは？ということで、首を長くしてリカルドと対戦させてみます。今日は HP 表示ですね。また、首を長くしても身長は変わらないので、そのままだと体が縮小されます。なので現在の身長は 215cm で、首の長さが 50cm くらいになってます。さて、試合はリカルドがやりにくそうな感じですが、強烈な一撃をもらって伊達さんが遅くなりました。リカルドは首の長さに戸惑ってパンチがうまく当たりません。今日の伊達さんはガードの隙間を縫ってちょくちょく当ててますね。ああ、リカルドの軍王子パンチ加え、なお首の長さですが、絶対に当たらない位置まで逃すにはさすが卑怯なので、リカルドが完全密着すれば当たるくらいの長さにしています。せっかく顎を回避したのにバッティングしないで。リカルド勤め今、追撃が入らなかったのは救いですね。伊達さんが2000万削る間に1億削られました。伊達さん今回復した謎からの4000万ダメージ。そうそう、この距離ダメそう。急に検討し始めた。 AI 伊達さんにしてはよくやっていると思いますよ。顔はみ出てますが、スタッツ的には60発も当ててるのは頑張ってる方だと思いますよ。ああ、リカルドパンチ加え、ダメか。死ぬ、死ぬ。顎を砕かれました。再起不能でしょう。
せっかく顎を回避したのに前傾き姿勢で戦ってるオーナー。しかし4割くらいは削れましたので奮戦した方だと思います。評価の方向が迷走しておりますが、ご視聴ありがとうございました。パンチは4倍ほど当てておりますが、それでも負けるのか。